大切な人が死んだ。話したいことあるって言ったでしょ、電話で。ああ、後ででいい、ごめん。すれ違いの続く夫との関係、忘れさせてくれる時間が必要だった。失った恋人と通じ合えない夫。あなたの取った行動は俺に何か問題はある？向き合えないっていうのは怖いでしょ。揺れる思いを抱え、たどり着いた答えとは、ほつれる。